はい、どうも皆さん、こんにちは。沖縄の大学生、星音です。皆さんね、沖縄のね、お菓子と言ったらね、何を思い浮かべますか？紅芋タルト！あ、いや、違いますね。今日はね、そっちではなくてですね、チンスコってあるじゃないですか。あれをね、食べていきたいと。食べていきたいっていうか、お家でね、作っていきたいと思います。なんかね、ネットで調べたら、普通に小麦粉で作れるらしいので、それをね、作っていきたいと思います。ただ、薄力粉は家にないので、早速買いに行っていきたいと思います。レッツラゴー！星音チャンネル。はい、ということで買ってきました。薄力粉。ハサミでやってるのか、これ。薄力粉さ、日清のより安いやついろいろあるんだけど、このさ、チャックがついてるやつじゃないと保存がめんどくさいので、私は高くてもこのチャック付きの日清のやつを買っています。じゃあ、ボウルに、小麦粉を 100g 入れます。あ、入れすぎた。114g も入れてしまった。続いて、砂糖を 100g につき 30g 入れます。あー、なんかこれ冷蔵庫に入れといたら砂糖固まってんな。そしたら、お砂糖と小麦粉をよくね、混ぜ混ぜしていきます。チンスコっていうのはなんかこんな安っぽい材料で作れるわけだけども、別になんかその庶民が食べてたものっていうよりかは、琉球王朝の人たちの食べるお菓子としてなんか作られたとか、なんかそんな感じじゃないかな。なんかその、うまい棒的な感じではなかったんだと思いますね。デパ地下のお菓子みたいなね。そういう感覚ですよね。もともとはそういうものだったんだと思います。なんかそんなことを琉球大学の授業で聞いた気がします。違ったらすいません。そしたらここに、サラダ油を 30g 入れます。え、油30って結構だよ。体に悪そうだな。で、混ぜ混ぜします。なんかボロボロしててあんまうまくまとまんないな。あ、でもいい感じですね。これは確かになんかお菓子になりそう。よし、まとめて一緒にする感じでいいのかな。あ、お米が炊けた。なんかあんまうまくまとまらないんだけど、まあ大体こんなもんかな。よくわかんないな。なんかおからみたいな感じ。これでいいのかな。そしたらこのクッキングシートを、ね、こんな感じでクッキングペーパーを敷きます。これ燃えないかな、大丈夫かな。なんか危ない気がしてきた。この安いクッキングシートね、なんかよく見ないで買ったんだけど、オーブントースター三角って書いてあるんだよね。あ、グリル、あ、グリル、これってなんだ、これグリルか。あ、グリルはグリルバツって書いてあるやん。燃えるってこと？あ、直火は使用しないって書いてあるね。シート燃える恐れがある。燃えるんかい。まあでもちょっと火災保険あるよね。大丈夫っしょ。で、ここに生地をそれっぽく、なんかチンスコっぽい形にして、あ、ちょっと難しいな。ちょっとすぐ火が通るように小さめにしとこう。ん？難しいな。なんでこんなパサパサなんだろうな。薄力粉じゃなくて中力粉とかの方が良かったかもしれないな。こんな感じでなんかチンスコ1個分ぐらいの生地を手に取って、お寿司屋さんみたいにこうやって握るしかないっすね。しっかり握れば一応形にはなるので、こんな変な形だけど、ま、はい、これを焼きます。ギュギュッ。へい、お待ち。今思いついたんだけど、チンスコっていろんな味があるじゃないですか。だからなんかちょっと味変したいなと思って、最後残ったやつにちょっときな粉を入れたいと思います。そんでちょっとつなぎに、これ水入れたらまずいのかな。油でさ、つないでるやつに水入れたらまずいのかな。でも油あんま入れるとなんか体に悪そうだからなんかやだな。でもまあいいか。油をじゃあちょっと加えて、あ、入れすぎた。今度は完全に油を入れすぎちゃった。油入れすぎたけど、油入れすぎぐらいの方がまあでも固まりやすいからそれはいいな。あ、やっぱちょっとやっぱ油が足りなかったみたいですね。油っていうかその粉をつなぐものがね。ちょっとこれなんか逆に油ギトギトになっちゃった。お、すごいすごい、なんかちゃんとチンスコ型になった。そしたらまあ結構いい感じにできたので、ノーマルチンスコときなこチンスコを焼いていきたいと思います。今日せっかくこの辺綺麗にしたのにここ汚かったわ、すいません。はい、3分ぐらい経ちました。こんな感じで、あ、ちょっと、あ、まだ全然柔らかいけどちょっとなんか焦げ目がついてきましたね。これダメだな、ボロボロ割れちゃってるな。
やっぱ油をいっぱい入れたきな粉の方はいい感じですね。じゃあもうちょっと加熱します。なんか焦げてる匂いがするなと思ったら、いや焦げてる匂いがするってことは焦げてるってことなんだけど、ちょっと大変なことになってしまいました。もう泣きたい。でも多分これ熱っ、焦げてるとこだけ取れば、これ食べれるかな、ちょっと食べてみましょう。じゃあこれいただきます。うん、チンスコ、あ、チンスコ、チンスコ、うまいうまい。なんかちょっと舌はまだ生っぽいな。あ、でも生じゃないね、大丈夫だな。もうなんかでもほら、こっち側はいい感じじゃないですかね。あ、うっと、うん、甘い、美味しい。ほら、裏側だけ見ればなんかそこそこチンスコっぽいじゃないですか。ちょっと気を取り直してね、残りのきな粉生地でリベンジしてみましょう。今度はうまくいくんじゃないかな。ちょっと薄めにしてしっかり火が通るようにしよう。これあれですね、結構膨らむんですね。だから結構これ小さくていいな。焼いたら大きくなるのか。そりゃそうか、そりゃそうですよね。クッキーとかってそうだよね。第2弾は、こんな感じで結構ね、あの小さめ細めにしてみました。これで焦がさないように、あんま火強くしない方がいいのかな。焼いていきたいと思います。はい、今度はいい感じじゃないですか。ちょっとこの焦げ目がついた、あ、これまだ柔らかいな。ちょっと水分が多すぎたのかな。ちょっとこれ弱火でもうちょっと様子を見るか。でもこれ焦げそうだよね。よくわかんないな。え、怖いな。このね、下でね、焼いている間に、さっきのね、焦げ焦げチンスコを、うまいことね、包丁で削って。よし、こんな感じで、いいじゃん。焦げを取ったら、普通のチンスコを。いただきます。うん、うまいね。チンスコだね。チンスコってこうやってできてたんだね。よし。でもなんかさ、こっちこれさ、まだ柔らかいんだよね。なんでこれさ、硬くならないんだろう。油が多すぎたのかな。なんかね、今このキッチンペーパーを乗せたらさ、ほらこれだけ油が出てきたので、やっぱちょっと油を入れすぎちゃったんだな。うん、やっぱ1回目ぐらいが正解だったんだと思います。ちょっと水分をちょっと取ってから、もうちょっとだけ最後に軽くやろうかな。はい、じゃあちょっと加熱しすぎた感は否めないですけど、あ、これ黒くなっちゃった。結局チンスコの完成。まあこんな、これが一番成功かな。ちょっとこれ成功とは言えないですね。いただきます。うん、味はね、しっかりきなこチンスコで美味しいんだけど、うん、あ、いや美味しい、普通に美味しいな、これ。ということでね、あのチンスコ作り大成功とは言わないけれども、経験を積めばなんか普通に家で美味しいチンスコが作れそうな気はしました。うん、だけども市販のチンスコ安いので、完成品を買った方が全然美味しいと思います。だけどまあオーブンがあればなんかちゃんと作れると思うので、オーブンがお家にあるよっていう人はね、ぜひあの簡単な材料でできるので試してみてください。ということで、今日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんさようなら。チャンネル登録もお願いします。星ね、星ね、星ね、チャンネル見てくれてありがとう。